市松です。ゆくゆくは目標は高く一人暮らし。というわけで、ランキング出たんですけども、もう叶いませんでしたね。あともうちょっと時間があれば4枚以内に入れたんですけど、惜しかった。とりあえず全員分はもらえるので全員もらうしかないかな。演出は見るしかないんだよな。俺ならできる。これはどこだっけ。俺ならできる、俺ならできる。出てこないな。知ってるはずなのに。まあ全員引き取るか、とりあえず。今宵はゆえの放置。これはわかる。あれ出てこない。あれなんだろう、ほんと出てこないぞ。セリフが見てるはずなんだけどな。あいうえの放置。ああれだ、23話だ。それは思い出した。23話、一生いじられるぞこれ。しこれしなんでティッシュから出てんでしょうね。何ティッシュなんでしょうね。まあ部屋でゴーロゴーロってことですね。竹直さまず兄さんの俺ならできるはあったはず。あれこのあれはどこだっけな。難易度が十四松、あれ十四松の方かな。上松の時のあれかな。十四松。じゃん。これは10話ですね。10は闇ちびたのレンタル彼女で札束のアタシケース見せた時の声。そこはわかるんだけどな。何でもそばすぎさん出てこないんだ。トドマツと5人の悪魔。7話ですね。ビンゴ。ラインナップが2セットされたんだけど引き取れないというね。残念。ちょっともらうもだけもらいましょう。テーブルはもらったんでね。行き過ぎた愛は時に人をダメにする。とりあえずテーブルは置いてみましょうか。持ち物、テーブル、テーブル、これだ。マジックがなるよ。誰か受けるのかな。これ何を受けるかな。誰かちょっと
人数確認のために。あ、3人しか置けないんだ。みんないい大人なんだから、せめて定食にはつかないと。この服装でやるのもなちゃんと切り替えるか。こっちだねこれを。俺ならできる。俺ならできる。出てくるはずなんだけどな。サインいるかい？サインいるかい？これは20話ですね。売れるためにはプライベートも犠牲にしないと。これも20話ですね。あれ？あれ？あれ？他のセリフないのかな？あれ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 しか言わない。あれ？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 あれしか言わないけど。これは4話ですね。トトコ名のだの時の十字松の声ですね。しょうがないね。これはトッティだから7話の4個ですね。しょうがないね。こんな感じで、ああ、服装変わってもやってること一緒か。今宵は愛ゆえの放置。とりあえず長期置きましょうかね。あれ？トッティ。おそ松兄さんはどこだ？ん？いた。かな？ファイブカード！こっちこっちこっち。しょうがないね。おそ松兄さんは持ち上げて、よし。いつもここに隠してんだよ。何を隠してんの？ちょっと待って、これを。混ぜてんだね。混ぜてはいるんだね。じゃあ。入れ替えてみましょう。俺ならできる。今宵は愛ゆえの放置。次弟松。あれ。ファイブカード。しょうがないね。よします。よします。よし。じゃん。じゃん。ちょっと闇。闇邪魔十四松の顔が見えないな。十四松の顔が見えないんだけど、なんで十四松の顔が見えないんだけど、なんでなんで見えないの。もうちょっと回り込みはいけるか。ジュシマじゃないか。しょうがないね。トッティの顔が見えないのかな。今宵は愛ゆえの放置。ただ待つでーす。おっと、あ、待って、ジュシマの顔はよく見たらあれじゃない。ちょっと向きを変えてみよう。そういうことか。ジュシマツの顔はそういうことか。変顔ですね変顔ですね。ファイファイファイ。サインいるかい？なるほどね。
でも惜しかったな、全然できなかったからな。ストーリーは解放したけどな、したけど前半しか見れないからな。これは確か見てなかったな、急いで開けたから。手紙ね、手紙のやつね。そうか、瓶の手紙がなんかあったはずだ。ああ、ドキドキするね。はあ？うん。ブラザー？はあ？うん。よし、決めた。あ、かかった。ちょちょちょっと。は？はーい。よーし、わかった。あれ？トッチーだね、今の。お前、うん？誰？え？ああ、やめてよ！は？なんで？まさかあいつ、タッティ！は？なんで？へえ。いや、ふう。嘘だろ！マジか。ブルシー！トッティの出した手紙だったとはね。マイキーにストーリーを解放したから。じゃん。いろいろやってた。あ、行っちゃった？あ、行っちゃったね。行っちゃったね。今行っちゃったね。プーってたね。このカラマツが口説いてやろう。おかげでダイヤももうあと10個です。もう頑張った結果ここでしたよ。叶いませんでしたよ。ん？あれ？なんでだ？タッチしたのに。え？なんでだ？バグってんのか？押したのにすぐ跳ね返ってくる。おい。単純なバグかな？あとこの、にゃにゃスイーツか。もう、開けたんですけどね。なんざんす。いやこれはね、ほんと、うん。ストーリーが面白かったんでね。一応、これは前の、前にちょっと、まあ、うん。おい。どっかでやりました。ってことだけ言っておきます。なんざんす。今宵は愛ゆえの放置。どうかな。じゃあ、ストーリー見ることで多分何かしらもらえるはず。だけど、チャレンジ放置だけもらっとくか。いっぱいもらったんでね。少しダイヤ復活。こんにちは、ダス。売れてる人でロジックわかんない人いないかね。レベルアップすれば少しダイヤ元に戻るか。というわけで今回はまあね、イベントのペースがちょっと早かったっていうのもあったんですけどね。今回は46,311、今まででは一番順位的には上だったけど、だけど、ランキング報酬の、まあ、ギリギリしたってことで。ギリギリね。ギリギリしただったっていうことでした。というわけで、ちょっと早いですけど、今回は、ここまで。